矢ヶ崎大橋は、かつて、長野県北作郡軽井沢町の矢ヶ崎公園内に、所在した目標である。1987年に建築基準法が改正され、大断面の修正材の使用が可能になった。矢ヶ崎大橋は大規模目標のモデルケースとして、長野県産のカラマツの修正材を材料として、加強された。ヤガ公園の池をまたいで掛けられるが、当期は、 スケートリンクとして使用されるため、多形感にできない制約があり、細い部材を使う、トラッス橋も耐久性の点からフリーであることから、ラーメン橋が採用された。シュゲタは15メートルの修正材をジョイントかなものでついでいる。池の中ほどの島に主脚を設置。薄い部材を貼り合わせ、主脚とシュゲタを一体的に見せる曲線上のデザインとした。 防腐処理として、キシラデコールが表面塗布された。1987年10月に完成。総工費は約1億円であった。全長約160メートル、幅3メートル、最大島長51メートル余りで大規模な近代目標の行使となった。長野新幹線、品野鉄道の軽井沢駅から徒歩5分ほどであり。 軽井沢町で定めた建築物の高さ制限のため周囲に高い建物がなく360度の眺望が楽しめることから観光名所となったが老朽化により2011年に撤去された。これに代わる新たな橋の建設が検討されたが2011年4月の町議会で断念することが決定した。ありがとうございます。